今日から赤い羽共同募金運動が始まりました。住民による相互の支え合いや福祉活動、災害活動に役立てられる募金です。今朝 JR 静岡駅ではキャンペーンが行われ、鈴木知事や難波市長が募金を呼びかけました。集まった寄付金は高齢者の孤立防止につなげるため、買い物同行支援にも役立てられています。ボランティアスタッフが福祉施設の車で高齢者の自宅に訪問し、スーパーまで送り届け買い物に付き添います。本当に嬉しいよ、買い物に出られるってこと。これ以外には出ないんでね。この支援は月に4回実施されています。